するのはこいつか。20、まあ倒せるよね。 85% 頼むよ。 OK。 ゴッドさんお疲れちゃん。でこいつ多分一撃なんだよな、あのハンマー野郎で。なんかこいつに一応ダメージ蓄積、はい、クリティカルで、こいつがこれでとどめを刺せばいいと。 OKOKOK、 よいしょー。はいはい、ねもう慣れたもんよな。はい終わり。はいノーダメ、はいノーダメ、ありがとう。お疲れちゃん、お疲れたね、お疲れちゃんね。で分けると、よしよし。何これさ、一応持っといた方がいいの？どっち？一応持っとくけどさ。よし。何これ？準備完了。あ、チーム休憩がある。あ、体力とフォーカス。これ一旦休憩しよう。OK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 。よしよしよし。フォーカスも回復した。ね、準備完了。よし。行かれたインプ。行かれたインプ。待って、ちょちょ、グラサーローが強すぎんか。こいつやっつけられたらでかいよな。まあ 85% だからな。もう強すぎんか、マジで。待って、ちょっと興奮しすぎたわ。ゴブリンシャーマン置いとくか。こいつ減らして、次の攻撃させないようにした方がいいよな。一発はまあ、クラムはしょうがない。うん。で、まあ、これで多少失敗しても大丈夫と。しょっけ。で、もうこのグラスアローが強すぎんだから。本当に。レベルアップしてるわ。負けて。クリティカルか。速度に。才能。うん。速度上げてみるか。どうでしょう。よしよし。テントセットが欲しいんだけどな。よし。ナイス、ナイス。これはスケルトンだよな、どう考えても。スケルトンレンジャーまず倒せねえもんな。頼むよ。OK。もうこの攻撃がミスった時を考えると怖くて仕方ないんだけど。コウモリ野郎。一旦こいつダメージ当たるか。で、ツルハシマンであいつをやっつけるか。OK。これ強そうなの？よし、OK。ミスってる。ミスってくれてる。ミスりは優しさ。で、これは多少ミスっても大丈夫と。うわっ、ひりついたな今、一瞬ひりついたな。OK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 。 はいはいはい。でこれマックス与えても意味ないでしょ。あっダメよ。うん、 OK。 OK、 どうしようかな。 OK、 コンボ。じゃじゃじゃ、こっちじゃない。15、12、スマッシュ、ダメージ、亡霊の敵。まあ、こいつの武器だから、こいつに持たすとっか。お、学者の役所。プラス14、経験値。学者の火力がいまいちなんだよな。こいつ使わせよう。よしよし。デバフ効果。あ、来た。お宝。ちょっと頼むよ。シーフ属性のカリウドさん。来た来た。踊りの戦、戦闘時。まあ、いや。謎のエンカウンターミミックを指摘する。識別の機能。こいつ持たせるか、識別は。OK。なんぞこれ。11。だよな、断然これだよな。はいはい、どいてくださいね。はい、準備完了。また来たよー。なんぞこれ。カオス女司祭。何これ、スタン。え、なかったことになんの？嘘でしょ。まだけど、アーチャーさん、レンジャーとアーチャーどっちがいいか。一応とりあえずこいつ攻撃しとくか。ミスんないでね。よしよし。そしたら、もう今こそフォーカス使う時じゃない。
ちょっと確実にやろう。オッケー、シェイ、耐えたね。あいつは耐えたけど、あと一発になったから大丈夫。よし、よし、シェイ、スイ、スイ、スイ。で、これで一撃。オッケー、オッケー、オッケー、ミスんない。シェイ、あいつスタン回復しねえな。万能薬使った方がいいんじゃない？デバフ効果を、これ自分に使うの？耐えてんのね。ああ、治った治った。まあ、一旦、よし、オッケー。よし、ナイスよ。こいつマジとんでもないんだけど。フォーカスドレインってやめろよ、マジで。もうかわいそうになるんだけど、こいつの火力が鬼すぎるんだが。よしよし、ああと一発、OK、はい、終わり。はい、お疲れちゃん、お疲れちゃん。43、バケモンすぎだろこれ。誰が取ってもいいんだよな、多分。色褪せたる、いいんじゃない。13いらないんだよな。武器持っとくか。お、鉄の鎧、防御力。あ、こいつ装備して持ってなかったの。特定の範囲ね。範囲は知能による。知能だか学者か。オッケー。うん、いやー、最後宝箱じゃねえの。78。オッケー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 。マイナス2カオス。オッケーオッケー。なんだ、ハゼに違いない。カオスのせい、伝説だけだと思ってた。なんでシルマイって下道名何？パリドへ行ってドレアがいる。まあとりあえず一旦パリド行けってことね。しー、オッケー。あそこの右上のアイテム拾いたいけど、今ちょっとそんなこと言ってられないんで。これって何？これ何？エリエ、船の交流と修理ができる。とりあえずさ、みんなさ、向こうに行こうよ。なんじゃたん、なんか右下になんかあるけど、ちょっと待って。ちゃこれ何？これプラス5回で奇襲向こう。神は一つの、何を言ってんだ、ちょっとわからん。宗教上の理由がよくわからん。ドライアタン、こっち行っていいか。あいつの復讐って意味が分からんけどな。一旦こいつ一人で村入るか。冒険者の村、え、何も起きないんだけど。なん、届けてって言われたやん。なんかこいつここ行ってみると、忠誠を使う。各キャラ一つの意味、体力失ったキャラが自動的に復活させられるが、そのキャラの生育は、ああ死んだらってことか。はい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 。なるほどね。まあ、じゃあこれは学者に任せよう。学者が死にやすいから。一旦こいつここに行くか。よし、OK。で、学者に、学者に行ってもらって、忠誠誓ってもらって、よし、OK、OK。で、忠誠誓ってもらったら、こいつもここ行くと。よし、オッケー。俺キャンプセット、やっとキャンプセット来たよ。あととか、よし。はあ、あ、これ移動していいの？移動できねえな。よし、これさっさと行かねえとまずいんだよな。一旦行くか。
え、消えた。ここに行けばいいんでしょ。あれ、ロックマークついてるから多分ダメなんだよね。いけないんだよね。何？カタコンベに遭遇した。ダンジョン短いがクリアするまで脱出できない。あ、ダンジョンね。はいはいはい。ダンジョン大好きだからいいよ。じゃあみんなが揃うまであっち行きますか。こんち行って、でここで止まって、はいはいはい。フォーカス回復してほしいんだよな、みんなの。みんな揃ってるもんね。入るか。オッケー。入る。オッケー。お金結構貯まってるな。町に戻って買い物したいけどな。ちょっとこれ強くないかな。強くない、強くない、そんなことないかな。このエイプマンみたいなやつ、何こいつ。エイプマン、ちょっと倒せるか、倒せるか。ゴブリン暗殺者、ゴブリン暗殺者、ダメージ吸収強くないかな。ダメージ吸収強いな。待って、ちょっとやばそうな感じすんな。ちょっと一旦これで、よしよし、ダメージ吸収消した。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。ふいしふいしふいしふう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 。ちょっと待って、頼む。オッケーオッケー、よしよしよし。もうピクシーでまたダメージ吸収するんでしょこいつ。あ、違うね、しないね。はいはい、オッケーオッケー。ねえ、氷のピクシー、ちょっと黙ってもらっていいか。氷のピクシー、え、待って、こいつで減らして頼む。オッケーオッケー。もうギリギリなんだけど、戦闘がギリギリなんだが、ちゃで、こいつで頼むよ。耐えるか、耐えるか。あ、やばいね、ちょっとだけやばいね。ハウじゃねえよ、マジで。何なんだよハウって。こいつ消えた。ちょっと一旦こいつ、あ、またよしよしよし、オッケーオッケーオッケー。こいつの攻撃が全部、こいつの 80% がミスるともう大体詰むんだが、経験値が多い。物理ダメージを永続的にプラス。一旦こいつちょっと感知能力、感知力ってなんだ。こいつに重要そうな気がするんだけどな。よし、準備完了。もう強いんだが、レベル上がってほしいマジで。よしよしよし、 HP 吸収ね。はいはい。で、魔法使い、ま、うん。で、次、学者がダメージ与えられるとは思えないんだけどな。一応やるか、やるか。お、感知力で上がってんな。パーセント上がってたの、今。で、出た。こいついって、フォーカス使おうか。94%。3ダメージぐらい与えるよね。よし、OK。よし、ナイス回避。出た。18、全成功で18か。怖いか、これで。OK。し。頼むよ。気持ちいい。嘘やろ、こいつ。まあ、自業自得やぞ、それでダメージ食らっても。OK、OK。よしよしよし。一旦体力回復させてくれないかな。あ、待て。これは戦闘終わってからやればいいか。よし、お、レベル上がった。あー、体力回復した。オッケー。めちゃめちゃコインくれるじゃん。このまま行こう。お店あるじゃん。待って、お店一番お金あるこいつから。神の吐息とかどうでもいいんだよ。どんどん鍵開ける。これもどうでもいいんだよ。あ、リュートとか売ってるな。この竜と買いたい。間に合わせの杖。間に合わせの杖でもいいか。まさかり16。いらないか。一旦こいつはいいや。これだ。学者だ。学者が、竜と買いたいの。竜と13、15。あー、3、3。コイン増加。プラス 9% コイン増加。あ、これもでかい。これもでかい。ちょっと待って。一旦さ、こういうやつ。売れるのこれ。武器見て。あ、
売るってあるじゃん。だよ、おい。ちょっと待って。これも売れない？売る。あ、リュート買える。リュート買える。リュート買える。ちょっと待って。待て。お店行って。お店行って。ちょっとこれは？テレポートの巻物。ちょっとよくわからんの売ろう。売りまくろう。もう浄化するとかいいよ。もう困ったら使うわ。ごめん。もう困ったら使うからどうでもいいよ。両フォーカス回復。もうこんなにいい？いらない。で、これは何？キャンプセットはいるでしょ。妖精の子。一時的に注意引く。引かないから。前のザマ瞬間に乗るけど、すべて乗るから。いいもん、最低じゃねえか、これ。売れない。生き返り2。もう最高やん。物を売るってこと覚えたわ。で、リュート装備。買って装備。うふく。で、装備して、ちょっと見えない。これもうなんか、インターフェースに問題があるんだが、ちょっと待って、これで売る。オッケー。他のやつらもそうしよう。やっと商売の仕方が分かった。これアイテム全部で、神の吐息、これ何？何十回。これいらない。売る。すべての呪いを解く。売る。トリックス、いらない。はい。ここも、売れない。アジシのハンマー、売らないというか、いらない。コンボもいらない。錆びついたブレード、いらない。で、鉄線立っても、盾装備してねえの？こいつ。なんで盾を装備してないの？ああ、装備するとなくなるのね。はいはいはい。じゃあ、ツルハシが両手装備なのね。はいはい。じゃあ、これ売る。で、盾も売る。で、これも多分装備してないんだよね。もう売る。古い物売る。で、これを売ると。うわ。コンクリートフード。エピック。3ダメージ反射。140もお金も。うん、神じゃねえか、こいつ。テレポートの負けもそんな高いの？一時的に生き返りが呪いをかけられた。今、よくわからん。で、こいつも物を売ろう。売る。こういうさ、ショートボール。売ろう。売れ。いい、売っていい。売っていい。もう全然売っていい。小銭集めっていうの実績解除したけど、もういいよ。なんかバカにされてるにしか思えないんだけど。間に合わせの杖、まさかり。どうしよう。いや。オッケー。だいぶお金増えたな。あの、骨のなんとかが買えるな。こっち生きててよ。なんだよ、これ。ちょっと、開けてくれ。分けようね。これ誰が取ってもいいよな。帽子。感知力で確率上がってたよな。カーニバルチケット。よくわからんな。色合わせたルー文字。最大1フォーマス。一応お金が一番持ってないこいつにするか。それやると何なの？パリドに行くか。なんか鍵マークついてるけどな。一旦ここ行くか。よし、OK。よし、OK。で、学者も行って。で、こいつらやっつけるか。とりあえず。よしよし。で、これは戦士か。戦士は良くて。そうそう、こいつ。で、こいつで、ここ行って、奇襲ね。まあ、基本は奇襲よな。はい、OK。なんだこいつ。お経が。意味がわかんねえ。くたばれ。もう化け物なんだよ、マジで。もうかわいそうなんだけど、こいつ。泣いていいぞ、お前。もう泣け。切ないな。うるせえな、マジで。エレキじゃねえかよ。防御力1、1、5。防御力
感知力あるんだよな、こいつ。感知力ってあれでしょ？そうでしょ。こいつスプリントメール。こいつでじゃあ。ちょっと分かった分かった。ドラミングが分かった。で、こっちからこっち行って。で、また奇襲しますか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。泣いていいですよ。はい。はい、設置がないの。はい。はい。お膝ガクガクじゃねえかよ、お前マジで。もう泣いていいよ。うるせえな、マジで。お、このリュートって武器変えたいんだけどな。15。開けた。グラッシングもリタス。第6巻っていうのが、速度、クリティカル。こっちの方がいいじゃん、全然。なんか 15% 武装の敵感。あ、まあまあまあ、でもいいや。こっちかけたサーベルでいいよ。かけてるけど。お疲れちゃんね。お疲れちゃんね。じゃあ街行こうか。ね、街行こうね。よし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 。パリドへよこそって。これなの、た、鍵をさ。はい、そっち行けばいいのね。またそっち。リッチの墓場に行ったかな。あ、ここを巡ってやればいいと。隠された地下の問題を解決。順番問わずこれなら目標解決しようと。お店で売ってる？ああ、売ってるね。骨パイプ。骨パイプそんな高かったっけ？骨？ちょっと待って。一旦こうやって。ちょ、インターフェースに問題ありなんだよな、マジで。これ売れるの？ 13 で売れるの？カーニバルチケットっていう系なのかな。とりあえずこれ売っとくか。骨パイプ買いたいけどな。1の杖って何？あのちょっとさ、音がうるさいんよな、あれ。うるさい。プラス2体力再生。スキルヒーラーサポート。な、9% コインあんのか。まあ、いいか。音のうるささは我慢するか。カオスを低下。これちょっとさ、これ同意するわ。一応クエスト受けとくわ。あ、そっちね。はいはいはい。オッケーオッケー。で、別にやることねえから一旦出て、あ、ちょっと出る場所間違えたの。もういいや。うん、街で待っとけよかったわ。一旦こいつの街行って、で、お店行って、あ、買えるじゃん。買えるね。いいね。移動ポイントも増えるね。買ってそうでしょ。くはっ。ドラゴンのパイプ。ドラゴンのパイプ。で、さっきのパイプみたいの売れるんじゃない？え？ツルハシって、ああ、そうかそうかそうか。ツルハシ、ツルハシ4なんだ。こんなゴミみたいな装備してたの俺。まあいや。で、他は、いっか。まあいいや。次のパイプのために準備しとくか。一旦そこで。で、こいつも、あのパイプ装備、パイプが変えるから、パイプ壊して。あ、パイプ装備できるわ。で、買って装備と。OK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 。で、いらないアイテムを、これね。はい、売ると。OKOK。で、2マスいけるから、2マスここ。吉日と2ポイント。じゃあいいや、こっち行こう。オッケー、まあ、あいつどんどん先行かせて、まあ一旦あそこ行くにしてもね、多分ボスでしょそこ。ここ来て、よしよしよし、オッケー。あ、ハテナが出てる。いいよ。ああ、行くか。オッケーオッケーオッケー。で、奇襲は成功。66%か。ちょっとボスだしな。絶対成功したいからな、奇襲は。オッケー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 。君は負けてるもん理解できないし。なんだ、精神なんとか。何言ってんだ、こいつ。うつっ。
強すぎんか。誰からやっつけよう。うん、こいつすぐ攻撃くんのか。周りのザクからやっつけようかな。スケルトンウォーリアー、とりあえずこいつ2発撃ってば倒せんな。やるか。くわっ気持ちいいな。よし、大丈夫大丈夫。あいつバンドマンだから。よし、でこれで2発で終わりと。弾け飛んだぞ仲間が。ええんかねえ。調子乗るのやめとこう。でこの5、このアンデッドナイトな、まあ、次に向けてアンデッドナイトやっつけとくか。よし、最低だな。あ、違う、攻撃するやつ間違えた。待て、ナイスナイス。スタブパリー、自分を補助、リポスト、何効果が分かんないんだけど。ビオスとリポスト、パリー攻撃で、とりあえずこいつやっつけるか。ま、とりあえず周りのザッカーやっつけるか。キュイ強いな、あいつ。何フォーカス吸い取られた。すぐフォーカス吸い取るから、こいつ。こいつだよな。なんか横にもあれマークついてんだけど、隣接？あ、これ範囲攻撃なの？通常攻撃か。え、3手うまいや。オッケー。強くねえか、リュート。あ、やばいやばい。あー、オッケーオッケーオッケー。 HP1 のやつに殴られたくねえからな。はい、終わり。お疲れちゃん、ご苦労様です。奇襲した割には全然なんか、なになに、マインドメルトなんか下がんのかな。よく分からんけども、あいつ多分マインドメルト、え、何これ、え、あ、逃げ出した、嘘だろ、あ、混乱なの、え、な、何やってんのこいつ。攻撃までした、アイテム使って攻撃、とんでもないぞこいつ。逃げ出したやつがマジ許せないんだけど。さあ、あと一発、あと一発、え、マジでマインドメルト寄せ。ナイスナイスナイス。こいつ武器がマジで強いんだけど、こいつの処刑。よし、あいつ分け前ねえわ。お金が少ないやつに取らせるか、こいつか。こっちかな、ビションルネム、こいつでいいか。防御ダメージ反射装備するってあるけどな。え、装備したらこいつ武器外すんじゃないの。装備してみるか。はい、つけなかった。オッケー。あ、戻ってきてるわ、あいつ。開ける道具を持ってない。ハウスが弱体か。そんな寂しいのあんの？ここ、宝箱ないのか。町行くか。クエストボード。一旦これも受けて。はい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 。うまいうまい、大丈夫、全然大丈夫。よし、カオスの分子やっつける。で、お店で、あ、まあ、ドラゴンパイプ欲しいからな。今取ったやつ売るか。いうやつ。木のかけら。いらないわ。体力ちょっと減ってるけど、別にそんな気になんないんだよな。これなんだっけ、ここ。こっちか。移動ブースト。我ブーストあり、オッケー。あ、ドラミングね、はいはいはい。俺もそういう時期あったわ。俺もドラミングしたい時期はあったよ。大丈夫大丈夫、恥ずかしくないから。でこれでな、お金がないんよなこいつ。で混乱して逃げ出したからな、救いようがないんだよなこいつ。人として終わってるからな。逃げ出すか普通、吉日な。分かった、一旦こっち、あのドラミング野郎戦うために残しとくか。復讐。ありがとうね。復讐ありがとうね。復讐すると何が起きるのか全然分かってないけど、ありがとうね。待て待て。こいつさ、え、何何？ちょっと待って。こいつさ、あの装備品どうなってる今。かけたサーベルとスパイク付きの。あ、なるほどね。やっぱツルハシが両手持ちだったんだ。はいはいはい。別にお店っていうか街に戻る必要ないんだね。わざわざ
移動距離がないっていう。うん。あいつ来るまでしばらく待つか。船の購入と修理ができる。いや、待つか。しゃあないわ。まずは、ね、ここ。まあ、旅の商人みたいなのがさ。ね、ちょっと。ははん、ちょっと待って。だってこいつうまいもん。正直こいつうまいもん。奇襲成功するしさ。奇襲成功したらもうあとこっちのもんだからな。ほんとに。もう泣いていいよ、マジでこいつ。でも負ける気せんもん。90% だけど。全然ミスんねしさ。これ泣いていいと思うよ、マジで。もう大丈夫でしょ。うん。でも、かわいそうだもん。うん。45回。体力今減ってるやつは。天使か。天使に取らん。あ、もう取るって書いてるね。使うじゃなくて取るね。オッケーオッケー。あいつ混乱して使ったからな。救いようがねえな。で、お金、80何とか貯まったらダメだよね。割引価格でアイテム購入。販売所。感知力、探索距離。感知力が上がるやつあんの？他に。プラス3感知力。これじゃないの？ここでさらに上げてく。いや、これ装備しよう。これでさらに。プラス4速度。沼地のブーツ。速度上がった方がいいのかな？あ、これも感知力上がる。これでさらに確率上げていこう。うん。よし、オッケー。で、見えないんだよな。よしよし、オッケーオッケー。なんだ、上下やればいいのか。で、こういういらんやつはさっさと打って。よし、オッケー。あって、あと1マス動けるのか。分かってる分かってる、大丈夫ね。販売所で、で感知力上がる。釣りこっちね。一旦これ買って装備して。あ、こいつじゃん。お金ないのに滞納。うん、おしゃれなベスト。速度4っていうのが気になるけどな。毒無効、これいいんじゃない。こういういらないやつとりあえず売って。よし、オッケー。ね、こいつはここで待機と。あ、復讐って何？教えてくれ。いや。で、販売所行って、なんかいいやつないかな？ちょっと、こいつもガチのお金だからな。ないね。あるか。いいや、どうでもこいつは。え、ここ。で、弓矢マン。弓矢マンで。え？ひねくれたじゃん。あ、10ダメージとか受けるの。いや、別にお金はいいや。んとりあえず、うん、大丈夫、大丈夫。うん、大丈夫。そういうの大丈夫だから。大丈夫。ちょっと、大丈夫だから。あいつ、はい、あいつ意気込んでるな。待って、こいつの番ね。じゃあ行こうか。奇襲しようか。奇襲70。まあ多分成功するよね。はい、失敗するよね。フォーカス使えばよかったな。よし。でグロスなので次こいつか。こいつ多分一撃だよね。 93% やっぱ上がってるね。感知力上げるとやっぱり確率上がるな。こいつはゲロだ。ゲロ強い。こいつ中心に攻撃するか。うん。おおおお。あ、やばい、結構食らってる。ま、なにこいつ。なんか回避すんだけど。あいつ強くねえか。いつからあんなに急成長したんだこいつ。なんかこいつやっつけるしかないもん。痛いか。で違う、こいつやっつけて。よしよしよし。でここでうまくエレキを決めれば 90% いけるよな。多分いけるよな。
俺はだって防御力3、感知力下げたくないんや。こいつでいいか。回避で体力プラス1、体力いいんじゃない。でお金が一番少ねえやつ、こいつ持たせて、あカース弱体かでしょうね。よし、オッケー。これ何、これフルイド試すとか書いてんな。次ここに来てな、ここに来て、いいよいいよ、そっち。これさ、行きたいところさ、行きたいところ、こことかじゃないの、こうやって行けんだ。サービスって何、あーなんか販売所、修理機、まあ、よくわからんな。まあとりあえずここら辺去って、どうでもいいよなここら辺は。もうちょっとさ、もうちょっと行ける場所ねえか。よしよし、オッケー。猿、オッケー。ああ、1回復ね。はいはい。はい、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。そういうのは大丈夫から。大丈夫だから。こっちね。オッケー。移動フースト。いいや、ちょっと待つけどさ。で、学者が結構 HP 減ってるんよな。ここで待つけど。まあ意味が分からん。よしよし、でここで、まあ、カオス分子とフ奇襲先輩失敗しすぎなんだよな。ヤハじゃねえよマジで。とりあえずこいつはやっつける。不穏文書やっつける。クリティカル、クリティカル。お疲れちゃん、お疲れちゃん、キムご苦労様です。もうちょいないよな。これが強そうなんだよな。 50% ないよ。2回使って無理でしょ。あやっつけた、やっつけた。ナイスナイスナイス。よしウヒール無視。よし、結構効くな。よし、まあまあまあ、もう強いんよ、化け物やん。知能な、待機、お金のないやつに持たせる。はい、大丈夫大丈夫。おカオスが下がってく。で次行くところどこ、ん、次行くところはどこだ、分からん。ここ宿とかあるでしょ。ああそっち下、え次行くところどこだ、あれか、そこに行きたいのか。じゃあここ下に行って、だけどここクエストマークあるんだよな。これここに向けていくか。だけどそれ敵だよね。だけどあーなんか祈りがあるな。ちょっとそろそろさ、こいつさ宿行かないと俺ヤバそうな気がするんだけどな、うん、体力1回復していけるか、ついてきてるかこいつ。足並み揃うか、テント使おうかな。だけどまだみんな減ってないんよな、正直みんな減ってないからな。まあ、奇襲しますけど絶対。雑魚やん、雑魚やん、うん、まあ、強すぎなのよ。レベルアップしてればさ、今思ったら HP 回復するか。このまま下行きたいんよな。あなんかこっちにモンスターみたいにいない、一旦こっち行くか。命のこれ何、もっとライフが一つ回復、ライフが、いや通り道だし、こうやって通っていくか。で命の水、あの学者に任せるか。ありがとうね。しゅなあ、もう変なやつ湧いてる、変なやつ湧いてんのよ。オッケ
で、ここで、これなんか戦闘っていうの何？マジで。HP ないから回復したいんでしょ。やめろよ、そういうことは。移動速度がないやつ、マジ困るわ。一旦町入って、クエストボードで。あー、ちょうどいいね。灼熱の森。よしよし。めっちゃいいじゃん。お店、別に何も欲しいのないんだよな。おしゃれなタンブーラ。優れたサーベルとか。タンブーラ、15。ああ。魔導士の靴。沼地のブーツ。あ、これ移動速度上がるやつだ。あいつに持たせたいな。あれ？フォーカスが全部回復してる。何があった？一旦こっち行くか。一旦止まるか。あは。こっち行って。クエストボードないよね。お店で、この下の魔導士さ。あ、やっぱりそうか。一旦装備品売るか。なんかいらないやつ。浄化の巻物。あ、売るか。79なんよな。あと1なんよな。あと1。なんか売れるのない？これは？これいらない。あ、売れる。ちょうど1。1。ありがとうね。骨パイプ買えるよ。オッケーオッケー。よし。オッケー。よし、オッケー。オッケーオッケー。ね、こいつは、こいつが沼地のブーツ買うか。こいつで。そうだね。お店で下に行けないと。長いんだが。こっちで沼地のブーツ。これ防御力差がアンコモンか。あれレアか今持ってんの。ちょっと話が変わったな。ちょっと去るわ。こっち戻るわ。え？行けないの？あ、やっぱ一歩足んねえのかこいつ。ふざけてんな。ちょっと待ちぼうけないよな。あいつが来るの待つために。まあ、学者 HP が回復するからいいか。ハテナはいいよ。ハテナ俺信用しねえからな、マジで。行こう。で、こっちで行って、で、奇襲で、OK、80%。OK! アンデッドさん。OK! もう一発か。もうかわいそうだな。これみんなで揃ってる意味ある？トーチ。15ないよな。速度も上がるしな。まあお金ないよ、こいつに持たすとか。まあ後で売ってくれ。ピッチャピッチャよ。どうしようかな。まああそこクエスト受けに行くか。あれ、え、何これ。ああ、なるほどね。一旦こっち待つか。うん。俺さ、こいつマジでさ、体力回復した方がいいような気がするんだよな。あの体力回復するやつあったよな。これをこの神の吐息を渡す、あの学者に渡して、じゃあもうちょっとだけ待ってくれないか。学者、学者が、学者、そうそう、それそれ使ってもろて、でダンジョン行こうか。 OK。 キャラのレベルは低い。どういうこと？キャラのレベルは低い。こっちが低いの？向こうが高いの？行くわ。一旦全滅してみないと分かんねえからな。なんだよこれ。あ、強いな。こっちが低いのかな。あ、多分こっちが低いな。ちょっと待って。今更だからな。強すぎんか、こいつら。いや、もう一旦気合い入れるしかねえわ。
そうそうそう、やるしかねえからな。全然成功しそうな気しないんだけどな。頼むよ。おいや、消滅？何？え、何今？びっくりしたんだけど。よっしゃい！うわはじゃないわ。このネズミ野郎。ダメだ。20でしょ。無理でしょ。次攻撃するのこいつか。ネズミ野郎ダメージ20で、こいつがさ、こいつが無難だな。多分1。20でしょ。一旦こいつやっつけるしかないわな。クリティカルか、クリティカルか。見せ見せ、痛い。こんなに強いので、ネズミ野郎を頼むよ。チェンチェンチェン、もうこれ倒せんじゃない。これ行くか。よしよし、オッケーオッケー、終わり。いや強かった。めっちゃ経験値もらえるやん。レベルアップした。これレベルアップ期待していいか。ほとんどの鍵を開ける。こっちシールも出して、スマート。一番お金ないこいつ持たせるか。それ何なのって。ちゃ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 。こいつが、そう、体力回復しとかないと。オッケーオッケー。準備完了。うん。お店か。だ、すごいの売ってんのかね。体力。なんかあんかって。えぐくねえかこいつ。どうで。あ、やばいやばいやばい。めっちゃいいじゃん、21。これ強いじゃん、143。お金ねえな。あ、すごい。スノーメット。感知力上がるやつないか。これ、神の吐息なかなかいいんだよな。いや、もう行こう。準備完了。よし。なんか明らかに人間がいるんだ。一回、もし。あいつ。行かれた魔術師も魔術師だけどな。いや、ネズミ野郎が次の攻撃する前にやっつけとくか。行かれた魔術師はもう防げねえからな、攻撃。で、一旦こいつ中心に攻撃して、失敗するな。嘘でしょ。あ、やばそうな感じするな、こいつ。で、こいつ倒せるよね。頼むよ。あ、嘘。嘘。あいつ、やめて。ちょっと、おたが群れよ。もうマジでこいつ、とりあえずこいつ倒すしかないわ。もういろいろと狂ってるわ。ああ、これ耐えたのね。あなたは耐えれるのね。ああ、厳しい。霊気の後炎。ああ、やばいやばい、これ全滅しかい。あ、毒ももらった。あ、やばい、マジでやばい。どうしようどうしよう。これ何、フォーカス。ちょっと待って。あ、これ全滅しかいな。テント使わないと無理か。待って、こいつ何魔法使い。いやいや、もうやるしかないわこれ。もう、あ、クリティカル出なかった。終わったな、終わった。あ、生存中。神のお導き。ちょっとイカれた魔術師倒してもらっていいか。そうだな、まあ、そういう時もあるわな。マジこれは成功した攻撃。 OK、 よし、 OK。これ何？武器交換。キャラ復活。あ、こんなんあんの？プレイヤーに。あーって何？痛くねえだろ、そんなに。ねえ、オッケー。ういし！よし、毒持ってくれてありがとうね。ダブル毒盛り。ありがとうね。ブロック、武器破壊。武器破壊って何？武器破壊って何？ちょ、武器なくなったのかな？嘘でしょ。そんなことないよね。ちょ、頼むよ。マジで武器破壊はやめてよ。
あいつ何も武器持ってねえな。やっぱこいつ何も武器持ってねえよな。やっぱこいつ何も武器持ってねえよな。復活、オッケー。テント、テント使う。テント使えないのか、そっか。テント使えないのか。待って、なんか、すべての呪いを解く。デバフ、毒直せんじゃないかな、万能薬。これを、ハリウッドに渡して。こんな惨めな思いしないといけないのか。毒直してもう準備完了だよな。ああ、終わり。これで開けてくれ、カリエド。街が活気を取り戻した。なんだそれ。うん、これ誰が持ってもいいんだよね。知能、才能か。なんか売るために持っとくか。お金持ってないぞ。45。うん、学者に渡せる。あらま、移動ポイントアップ。こいつ移動距離ないもんね。よし。夜明けが来た。最悪、最悪はタイムライン走りに来ると出現する。出現する前に最悪見つけて彼らを倒す。いやー、地獄見た。地獄を見た。どうしよう、あれ町に行きたいんだよな。隠れた地下室を見つけた。クエストに重要な。分かった分かった。一旦キャンプしよう。そうそう、分かってる。そうそう、体力ゼロになったらやばいんでしょ。ちょっと一旦隣に移動した意味がなかったな。あっちさ、町まで行けないよね。行けないね。一旦ここでキャンプろう。で、休もう。OK。はぁ。待って。もうキャンプで休んでくれ。よし、OK。で、これなんか重要なの。やめるか。ここには一人分、一人しかあるじゃないです。単身。ねえ、こいつ行けばいいや。なんだ、サンゼリ。一人用って言ったよね。なんでこいつがいるの。え、こいつなの。ちょっと逃げてもらっていいか。ちょ、逃げてもらっていいか。一旦ミスったか。終わった。避けた避けた。逃げれるか。しょっけい。なんでこいつが入ってんの。俺こいつが入ってる認識なかったんだけど。嘘やろ。一旦止まってもらって町の近くまで行くか。こいつは町の近くまで行く。あ、回さっとくか。うわっ、感知力だと。もうこれは装備せざるを得ない。ごめん、もうそこは装備せざるを得ない。よし、オッケー。うん、よし。ハングマン。ああ、山賊が起こしてるね。一旦、え、ここ入れないの？あ、10か。ここまでしか行けないのね。オッケー、オッケー。死んだ冒険者。西って何？このままじゃ容赦ない。愛する人どうか許して。意味わからん。とりあえず。お！スキルラッキー。一旦移動距離上げたけど。スキルラッキーってなんだ。もうキャンパーよ、キャンパー。そうそう。お前、ちょっともう一回キャンプしてもらっていいか。
休んでくれ。これいけるよね。いけた。はあ、クエストボード OK。 はい、そこね。うん、はいはいはい、分かった分かった、大丈夫だから。お店、これそんないいのないでしょ正直。一旦神の吐息買っとく。神の吐息やっぱみんな1個は持つか。学者プラス28。え、これ買った方がよくね。え、これ買った方がよくない。うん、これ買うわ。で、他に売れるやつない。あ、トーチ売る。水の書高っ高っ高っ。お、学者学者学者層、いやこれ買ったら学者層、これ48なんだ。はいはいはい、あー今使う買うのもったいねえんだ。はいはい、頑張って300貯めた方がいいんだ。やられた、1本取られた。いや使う、売るとか今国家でもできるんだ。いや使っとくか。うまっうーまっ。一旦こっち戻るか。 OK。なんか変なやついるな。こいつ何？森の守護者。戦いたくねえな。こっち行っとくか。あ、違う違う違う。こっち行って。で、プレイヤー、一旦、ここでこうやって、あ、違う違う。街を見て、アイテム見て、で、これで売るか。はい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 。あー、やりやすくなったね。OK。もう壊れ武器って怖いな。え、これ買えるんじゃない？あ、ドラゴンパイク買えるじゃん。あ、ドラゴンパイプがマックスなのね。はいはい、これで学者のあれを買えばいいと。なるほど。 OK。 でこいつはとりあえずもう一回休んでもらっていいか。よし、 OK。もう待つか待つか。ここで一旦ここで待っててもいいんじゃない。待って、ここで休憩してたか。で一人用のダンジョンなんでしょ。ここ行って戦闘するわ。もう今度こそ行くわ。もう一回、し、避けてくれ。強すぎんかマジでこいつ。はいはい、し、もう一発、し、ブロック、ナイスブロックね。避けるでしょ。もう強すぎんかやっぱりこいつ。